株式会社文京堂グループホールディングスは書店等を経営する日本の小売業である文京堂グループの持ち株会社。旧株式会社文京堂が2008年に持ち株会社となった際に称号を変更したもの。新設された株式会社文京堂が経営する文京堂書店は日本最大の直営書店チェーンである。1949年12月に 神奈川県川崎市にて株式会社島崎文共堂として設立。1978年4月から文共堂書店のチェーン展開を始め、東急電園都市線を延や神奈川県内を中心に店舗を増やした。1993年11月に株式会社文共堂に称号を変更。翌1994年の7月には、 日本証券業協会に株式を点灯登録した。2008年3月1日に会社分割を実施し、書店事業を新設の株式会社分協同に承継させて持ち株会社化。3月3日に称号を株式会社分協同グループホールディングスに変更している。2期連続の赤字という業績低迷から脱却するため、2008年12月1日に投販を 引き受け先とする第三者割当増資を実施する。2009年9月には、筆頭株主だった前会長が、純駆動書店に株を売却し、同社が筆頭株主となり、2010年5月15日には、純駆動の親会社でもある大日本印刷に対して、総額12億円の第三者割当増資を31日付で実施すると発表。 純駆動と合わせて51.85%となることから大日本印刷。なお2016年10月31日に丸善純駆動書店は保有全株式を大日本印刷は保有株式の一部をそれぞれ日本出版販売に譲渡したため大日本印刷は親会社でなくなっている。2018年8月期決算において 約2億3000万円の債務超過に転落したと同時に有利子負債も約140億円にまで拡大。これを受けて2018年11月27日に創業家出身の島崎藤夫社長が退任し株式会社本の店岩本出身の佐藤教授常務が新社長に就任したほか東京証券取引所は2018年11月30日に 債務超過が確認されたとして、文教堂グループホールディングス株式を上場廃止にかかる猶予期間入りに指定した。その後も不採算店舗の閉鎖や関連会社の合併、アニメ事業の強化などを進めていたが、2019年8月期においても債務超過解消の見込みがないことから、文教堂グループホールディングスと文教堂は、2019年6月28日に、 事業再生実務課協会に事業再生 ADR を申請し、即日受理された。同年7月10日に第1回再建者会議が行われ、すべての取引金融機関が借入金元本返済の一時停止などに同意した。2019年8月までに本社ビル、世田谷区にある社宅、旧、ジャックストア京都店が入居していた衛生ビルなどの 店舗跡地を21億8200万円で売却したと同時に本社所在地を溝の口本店へ移転した。同時に陶器場の本店所在地も溝の口本店へ移転した。ほか、資本金を1億円に減資した。2019年9月27日に開催された第3回、再建者会議において事業再生 ADR が成立。再生計画では、 金融機関6行や日本出版販売から金融支援を受けるともに第三者割り当て増資を行った上で金融機関6行や日本出版販売に対して軽種類株式を発行する当藩が保有する A 種類株式 J 種類株式の株式併合を行うさらなる不採算店舗の閉鎖2018年8月期で赤字となったアニメショップのアニメ画を 同年10月31日付でビッグカメラグループであるソフマップへ譲渡し、アニメ側翌11月1日付でソフマップが運営することなどが盛り込まれた。2019年12月2日に第三者割当増資が実行。2020年7月以降に実施される予定である種類株式保有株主による普通株式取得請求権を行使した場合は、 水穂銀行が非番グループホールディングスに代わって、筆頭株主となるほか、これにより、文教堂グループホールディングスと文教堂は、取引金融機関と非番グループホールディングス主導で、再建が図られることになる。文教堂は、エリアマネージャー制度の導入、収益率の高い文具販売の強化、不採算店舗の閉鎖、アニメショップ事業からの撤退などを実施し、 経営の立て直しを図る。事業再生 ADR が成立したことにより、文教堂グループホールディングスは、東京証券取引所に事業再生計画を提出。上場廃止の猶予期間が2020年8月31日までに延長されることになった。2019年8月期において、約42億円の債務超過になったが、事業再生計画により上場廃止とはならない。 2020年8月期において、債務超過を解消したため、上場が維持されることになった。2020年3月現在、北海道、青森県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、長野県、静岡県、奈良県、大阪府、兵庫県の12都道府県にて、約100店舗を展開している。かつては、宮城県、秋田県、山形県、 福島県、栃木県、群馬県、茨城県、山梨県、愛知県、京都府、香川県、福岡県にも出店していたが、12府県からは撤退している。2018年時点における売上高は、業界全体で12位。なお、札幌市白石区には、文教堂書店という同名の書店があるが、文教堂とは一切無関係。 店頭で雑誌を購入すると電子版を利用できる空飛ぶ本棚を実施している。通販専門の Jbook を運営していたが2014年7月に Jbook は終了し、本ンに統合された。各店舗の詳細は公式サイトの店舗案内参照実店舗のほか1999年2月には大手出版社や取次会社などともに Jbook 株式会社を設立。 その2年ほど後からインターネット通信販売事業を展開している。店舗の大部分は直営だが、近年はコンビニエンスストア 3F との共同店舗出店を開始し、2004年からは大手レンタルビデオチェーンゲオと包括的な業務提携を行い共同店舗を展開する新橋店など都市型店舗では大手喫茶店チェーンを誘致するといった た業種との複合出店にも言っているまた近年になると、書籍、雑誌のほか CDDVD、文具、ホビー商品などの、いわゆるコンテンツ関連を中心とした商品の、各販も施行しているが、その際に当初は、通販で取り扱い始め、一部の既存実店舗へと、徐々に広げるといった協業も行っている。枯れた、汐留本店溝の口の大戦 街道沿い商店街に店舗を構える書店に橋を発し、後に直営で多店舗展開。関東地方を中心に北海道から大阪府まで展開し、店舗数、売り場面積ともに全国の約3%を占める日本最大の書店チェーンに成長した。駅前商店街などに中小規模店舗を展開する業態が中心で、一般書や雑誌などの売り上げに強みを持つが、 近頃は、溝の口本店、渋谷店など都市部の主要商業地や駅ビルなどに、売り場面積の大きい店舗を出店しており、それらの大型店では、専門書の取り扱いもしている。また、広北ニュータウンや北海道などで、郊外型店舗の展開も行う。2003年2月より、ベストセラー創造プロジェクトを展開する。文庫本などで発行から数年経過したもののうち、 有望な作品について、全店一斉に店頭ポップなどを活用した反則展開をする手法により、過去の作品の計画的な仕入れと効果的な販売が可能な体制を整備するものである。また全店に在庫管理対応ポス端末を導入して、各店頭で全店の在庫を即時確認できるようにしたり、店舗と通販部門の在庫を相互融通することより、 商品調達力を上げている。ビッグネットにやジャパンブックチャートなど、顧客との接点である店舗数や取扱い部数の多さを活かした反則及び、版元との関係強化にも努める事業展開を行っている。プラモデル、模型専門店、B、S ホビーをメインとした店舗形態。ブックストア団、編集かつテポーラ化粧品本舗の鈴木つねし会長が、 読書好きが講じて起こした事業で、実質持ち株会社、有限会社をし創業の完全子会社エシンが事業展開していた。都心部に大型店を展開する業態で、8店舗で年賞75億8000万円を上げた。鈴木会長没後の2002年、親会社の経営方針変更にあたり、 本業と関係の薄い当事業が手放されることとなったが、その際にブックストア団の事業を評価していた文京堂が、押し創業より、栄心の全株式を取得して、完全子会社化、社名は株式会社ブックストア団に改めた。子会社化後も、店舗、屋号、従業員はそのまま引き継がれたが、浜松町店は2010年8月に、 金市町店は2011年4月14日に文京堂に解消された。プレナ幕張内にあった幕張店は熊沢書店に譲渡された。メディオ新大阪にあった新大阪店は閉店となり、その後2014年7月26日にリブロに譲渡された。株式会社ブックストア団は2019年5月1日付で文京堂へ吸収合併された。 アニメが編集かつてはアニメショップとしてアニメがを展開。1号店として武蔵坂井駅前店を独立店舗として開店以降の展開は文京堂内への併設をメインに行っていた。事業再生 ADR 成立に伴うソフトマップへのアニメが事業譲渡に伴い、2019年10月31日付で、 ソフマップへ単独店舗5店舗が譲渡され、5店舗は11月1日から、ソフマップが、アニメがソフマップとして運営する。譲渡対象の単独店舗5店舗は、同年10月28日をもって、営業を終了した。また、譲渡対象店舗のうちアニメが静岡店、アニメが高松店、並びに近隣に新しく、アニメがソフマップがオープンする。 文京堂ホビーアニメが町田店に併設されていたリトルハーツ区画も11月までに撤去された。リジェットの公式店舗であるリジェットショップ区画についても静岡店、高松店、福岡バルコ店が終了し梅田ロフト店のみがアニメがソフトマップに移行することになった。一方でプリティシリーズの公式店舗であるプリズムストーン区画に関しては熊谷店が終了したのみで 残りの店舗はアニメがソフマップへの移行、または文京堂本体での営業が行われている。残る文京堂併設店舗並びに文京堂上イ併設店舗は運営継承が完了するまで文京堂のアニメがとした上で営業を継続しており、段階的に閉店内市はソフマップへの移管が実施されていたが、2020年1月24日に 福岡パルコ店がアニメがソフマップ天神1号館へ移転したのを最後に文教堂としては2019年11月1日以降は文教堂のアニメがアニメがソフマップの双方ともアニメがメンバーズカードは使用不可となりこのうちアニメがソフマップでは変わってアニメがソフマップポイントカードが発行されているアニメがメンバーズカードはスタンプ数に応じた 割引クーポンとなった上で会計時に回収される。アニメが関連の通販業務も事業再生 ADR 手続き中の2019年8月1日にソフマップへ譲渡された。文教堂ホビーアニメが情報サイトに登録されている登録情報ソフマップが運営するアニメがオンラインに移行することは不可となっており文教堂ホビー アニメが情報サイトで注文した商品の発売日によっては文京堂から送られてくる電子メールの確認が必要となる。文京堂グループホールディングスに関するカテゴリー。ありがとうございます。